二人きり？すっごく緊張するけど、でもこれは今度こそ入江くんに私の手料理を食べてもらえるチャンス。最高の夏休みの思い出作っちゃうもんね。ビーフテックアンボアブフブルジョハーズブルジョワーズこれだ。それは。なんだこれ。Help me! Help me! ことこちゃんがお兄ちゃんのこと知ってたのね。もしかして同じクラスとか？クラスは随分離れてるんだけど、ひょんなことから最近知り合ってねえ、ことこさん。まあそれはよかったわ。食べんじゃないじゃん。これうまかねー。うん、まかろう、まかろう。ダジャレじゃないわよ、これ。うん、出します。おやちゃんは食べて。それで、おやちゃんは。おっかい。おっそ。覚えてもらえるか。おはよう。コーヒー入れたからよかったら飲む？結局徹夜になっちゃったね。お詫びに朝ごはん作ろうか。やめてくれ。新学期早々腹壊したくない。コーヒー。え？コーヒー。
入れてくれ。イエくん、おはよう。ずっと？来てただろう。高校最後の夏休みの思い出はこれといって何もなかったけれど、入江くんと飲んだモーニングコーヒーの香りはきっと忘れない。先にゆうきくんの病院に行ってます。よかったらコーヒー飲んでね。 PS 昨日たくさん話したね。ありがとう、ことこ。リエくん、コーヒー入れようか。ああ何があったの？リエくんがみんなの前で私に愛の告白をしてくれたんです。お兄ちゃんならやるときはやるじゃないの。このこのこのお兄ちゃんが本当の自分になれるのはことこがそばにいるときだけだ。でおい、イリエくん、患者さん、手術も無事成功したみたいよ。そうか。あのイリエくん、よかったね、処置成功して。イリエくんの処置があったから助かったんだと思うよ。イリエくん本当にすごかった。私二人でってないもんね。
よく喜べるよな。本当？ずっとこういうのに憧れてたんだね。何？もうさ、前から聞こうと思ってたんだけどさ、体はおかしくないか？うん、うん、まあ、ちょっとは疲れてはいるけど、そういえばシェフ熱っぽいか？でも別に。飯食べてるか？あんまり食欲なくってバタバタしてたし、でも大丈夫。そうか。なんだい、ユエイくん、私のことすごくすごく心配してたの。愛する妻がインフルエンザにかかってないかって。そういう、あーやだ、もうユエイくん、たらー元気なのは分かった。ユエイくん、これ自信作なの、食べて。朝からそんな食えねえよ。飲んだ、お願い。ひどい、せっかく直樹のために。ったく、どれから食べればいいの？これこれ、どうぞ。まずい。直樹、こっちも食べて。くじけないで。私ってどうして？ことこ、コーヒー。あ、コーヒーなら私が入れてきてあげる。いい。コーヒーだけはこいつがうまいから。コーヒーだけはこいつがうまいから。コーヒー入れるね。